伺っていたので本当は少し怖かったんですけど、皆さん良い方々で怖がっていた自分が恥ずかしいです。みんなやりたくて反乱を起こそうとしているわけじゃないもの。追い詰められて仕方なく戦うだけ。ほとんどが善良な人たちなのよ。彼らと私たちの目的は同じ。話せば理解してもらえるわ。でもこれだけ簡単に信用してもらえるとは思わなかったわ。私だけだったら絶対に信用してもらえなかったでしょうね。ラディウスがいてくれたおかげよ。あれだけの前歴があるからな、そりゃ信用したくもなるだろう。話によるとネイバジュリンにも反乱軍の組織があるらしい。ここの人たちと知り合いなの？いや、話に出る程度のものでつながりはない。だから俺たちが行って話をつける。ここの軍は連れてはいかぬのだろうな。一緒に行動すれば矢でも目につく。それよりも残ってもらい、できる限り賛同する者を集めてもらう。それじゃあ私はグルグンドに連絡しておくわ。ちょっと待って、それってどういう話？は最後まで聞いてちょうだい。多くはないけど、あそこにも私の自由にできる兵が残っているわ。それにハイクザット様とメッシーナ様は私たちの味方よ。連絡を取ることさえできれば中央議会を抑えた後混乱せずに済むわ。連絡を取ることは可能なのか？ええ、フリュムダリルへ行く前に手はずしておいたから、すぐにでも連絡を取れるわ。そっちは頼めるか？任せて。みんな、疲れているところをすまない。荷物をまとめてくれ。これからネイバージュリンへ向かう。我が輩にはとてもありがたい申し出だと言わねばなりません。こうして木に囲まれた暮らしはやはりリュレントの得意とするところですから、だからこそ張り切って参らねばなりません。アルボルにとっては吉報でも俺たちには強報だな。こりゃしゃあない。しばらくは働き者のふりでもしておきますか。ラディウス、西からよ。近々フェンサリルへの大規模な遠征が行われるらしいわ。すでに一軍が動き出してるみたい。動き出したか。すべての反乱軍をまとめることはできなかったが、この短期間でこれだけ揃えられれば上出来だろう。ここらが潮時ではないかえ。今から移動すれば空になったグルグンドをつけるわ。ゼルバ、バシタール、全軍に伝令だ。タンナス山地の麓で合流する。その際森の中を移動するように伝えてくれ。わかった。全軍と合流した後グルグンドへ進軍する。合流してからは強行軍になるだろう。今のうちに十分体を休めておいてくれ。
これは、こんなこと、そんな、ダメ、もう、これ以上は、料理を頼む。そうよね。たまにはちゃんとした宿に泊まって柔らかな寝床の上でゆっくりと休んでもいいわよね。皆には迷惑をかけてしまって申し訳ない。悪いが、あともう少しの間だけ力を貸してほしい。まあ堅苦しいことは抜きだ。たまにはパーッと行こうぜ。パーッとさ。よっしゃ、乾杯だ。乾杯。じゃなくて、ラディウス、ちょっとこっちに来なさい。なんだ？なんらとはなんら。いつからそんなクイーンの聞き方になったら。いいから、お母さんの言うとこ聞きなさい。どうしたんだ？エリスらしくない。飲みすぎだぞ。しょうがない母親だな。仕方ない。部屋に連れて行くか。まったく、いい気なもんだ。なんじゃなんじゃ。エリスだけ特別扱いとはのう。ここにも母親はおるのだぞ。あなたも母親であることは否定しないが、面倒を見たから母親だと言われてもな。それだと、ここにいる年上の女性は皆母親になってしまうだろう。ほう、年上は母親ときたか。なるほど。ならばわらわも母親代わりとなろうか。わらわも年上だからな。いや、そういうつもりじゃ。まあよい、今日は無礼講だ。どれ、許してやる代わりにわらわの釈をせい。それでは私もお願いしようかしら。可愛がってあげるわよ。まったく、悪ふざけもいい加減にしろ。みんな、飲みすぎだぞ。まったく、いい気なもんだ。いつものことながら、飲み出すと手がつけられなくなるな。少しは弥生を見習ってもらいたいもんだ。バレリアもほどほどにしておけよ。明日も早い。そろそろ寝た方がいいぞ。酒など飲むものか。戦いの最中、酒盛りなどする騎士など聞いて呆れる。その通りだが、体を温める程度だ。バレリアも一杯くらいどうだ。どうしたんだ？今日はおかしいぞ。随分と、私以外の女性には優しいようだな。そんなつもりはないんだが。大体誰かに対してだけ優しくするなんて考えたこともないぞ。
意識していないからなおさらタチが悪いのよ。どうして私には優しくしてくれないの？そう言われてもどうしろと言うんだ。本当に俺には心当たりがないんだが。だったら聞くけど、ラディウスってその誰か気になる人はいたりするの？突然何を言い出すんだ。気になるってどういうことだ？だから好きとか嫌いとか、ほら、いろいろとそのあるでしょ。いるけど、それがどうしたんだ？それって誰なのよ？誰と言われても目の前にいるだろ。本当？みんな、俺にとっては大切な仲間だ。嫌いか好きかと言われれば当然、好きに決まっているだろ。それバカにしないでよ。いっつもそうなんだから。そうよね、ラディウスにとって私なんてそんなものよね。もういい、今日は朝まで飲むわよ。おい、一体どうしたって言うんだ。バレリア、落ち着け。もうどうにでもなれってのよ。ったく、仕方ないな。部屋に連れて行くとするか。ラディフォール殿、それにバレリア殿もご無事でしたか？お二人もよくご無事で。ヘイルゼンが実権を握ったとはいえ、理由もなしに処罰を行えば反発する者も出てこよう。これで処分する理由もできたわけだが、勝てば官軍というしな。ヘイルゼンとギリアムは城内ですか？一番奥にこもっておる。ここをお願いしてもよろしいですか？できるだけ兵をこちらに引きつけておく。あの二人を頼んだぞ。城内にはまだ多数の兵が残っている。気をつけていかれよ。行くぞ、ラディウス。無駄な戦いはするな。狙うはヘイルゼンとギリアムたち。強硬派だ。それでこの戦い終わる。ではでは、迷子にならないように気をつけてまいりましょう。誰だ、城門を開いたのは。なぜ城内から日の出が上がっておるのだ。落ち着かれよ、ギリアム殿。これが落ち着いていられますか。裏切り者がおるのですぞ。誰が手引きしたかなど分かりきったことをおっしゃった。城内のこの本宮には我らの手の者しかおらん。城外にしても数ではこちらに分がある。ここは一つ腰を落ち着け。奴らを撃退したという報告を待とうではないか。ですが、まさか城内に配してあるこの絵兵団を相手にここまで来れるとは思えぬ。仮にですぞ、万が一ここまで攻め入ってきたその時には、奴らに身の程を教えて差し上げればよろしかろう。逆賊がどのような末路をたどることになるか、我らに盾ついたことをその身をもって。
ここまでだ。ヘイルゼン、フリムダリル王バルザックの還元に乗り、私利私欲のために軍を動かしたその罪、決して許されるものではない。そのぶしつけで知性のかけらもないところはいつまでも変わらぬな。これでは先立たれたビュッセル公爵も浮かばれぬわ。これが俺なりの恩返しだ。諸悪の温床となっている貴様らの罪を暴けば父も安らかに眠れることだろう。恩返しとはよく言ったものだ。罪というが、領土拡大は民が望んでいること、豊かな暮らしを望むのは民の常、その声を無下に退けることはできない。まだそのような奇弁を弄するか。バルザックが何を企んでいるか知っていて手を組んだのか。フリムダリルは、バルザック王は、ゴブリンやオークを手勢として動かせるのだぞ。なんだと、バルザックめ。貴様はバルザックにいいように操られていただけだ。罪を認め、今すぐ軍を戻すんだ。戦う相手はフェンサリルではない、フリムダリル、バルザック王と闇の軍勢だ。まったく、あの偽善者も厄介な荷物を残してくれたものだ。だから言ったのだ、得体の知れぬゴミなぞ拾うなと。何ですって。エルフの娘に付き従う化け物、無造無造の人間以外の輩。ふっ、あの偽善者らしい顔ぶれだな。飼うのは構わんが、話し飼いにするのであればせめて飼いならすくらいはしておいてもらえぬとな。獣どもが動き回ってくれたおかげで、この本宮が汚れてしまったではないか。俺のことをどう言おうと構わない。だが、俺の恩人を、俺の仲間を侮辱することは許さん。侮辱ではない、ありのままを語ったまでのこと。所詮は下船の輩、汚らわしい限りだが、そうとわかれば外の騒ぎを収めんとならぬのでな。どれ、私が相手をしてやろう。さあ、かかってくるがよい。ところで終わるわけにはいかぬのだ。うわぁ、
the touch. You got the power.話せばわかる。な、話せば。城内を制圧した。強硬派の人たちがこの奥です。後のことはお願いします。城外の兵も強硬派を拘束したことを伝えると、多くは抵抗をやめ、投降の呼びかけに応じている。ラディフォール殿には本当にお世話になりました。ここは我らに任せて、ラディフォール殿はアンドララベラへ向かってくれ。今ならばまだ間に合うかもしれん。わかりました。ここはお任せします。バレリア将軍、我々が至らぬばかりにご迷惑をおかけした。頭を上げてください。本当はこんな時にこそ私が彼らの暴走を止めなければならなかったのですが。そう思うのだったらグルグンド軍を止めないとね。それができるのはあなただけなんですから。そうね。動ける兵を集め待機させている。即席の軍だが、訓練の行き届いた兵が多い。十分戦えるだろう。さすがバシタールの兄さんはいつもながらいい仕事してくれるぜ。それではまた後ほど。よろしく頼みます。